色で、だから手をどこに置こうかなっていうのをものすごい考えてやってる感じがして、それはねちょっとね、あ、だからやっぱり佐藤健さんなんだって感じもしました。だから、うん、はい、こんにちは、花太郎です。今日はですね、こちらに載ってますね、恋は続くよどこまでもですね、はい、そちらも9話ですね、来週さ最終回になると思いますので、そちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。あともうちょこっとあればですね、こちら君はペットの話と、こちらももうこちらの方まであるのかちょっとわかんないですけど、君はペットの話と、こっち死にたい夜に限ってですね、はい、こちらも始まったとこです。こちらもちょろっと話すかもしれませんし、話さないかもしれませんと、はい、そんな感じになります。で、恋は続くよどこまでもですね、一応話すのがこちらの感じですね。はい、大体わかりますでしょうか、見えますでしょうか。はい、こんな感じですね。どうですかね、自分もね、まとめてレビューの時にまだちょっとあんまり乗れないんだよなと思ってたんですけど、今日9話ね見てね、やった、ここちょっと自分楽しみかもしれないっていうところがね出てきたんで、まあそちらのご紹介って感じになりますね。まあお話としてはですね、こちらのイケメンの佐藤健さんと、まあ上白石さんですね、上白石さんがどうなるかみたいな話にはなるのはなるんですけど、まあどうですかね。まあ今日とかでもね、バーカとかね、もういわゆるこのドラマでもうおなじみのねセリフがポコポコ出てくるんだよ、出てくるんですけど、自分としてはね、これなんかどうなのかなと、やっぱちょっとまあレビューアーさんでも書いてたところもあると思うんですけど、まあいわゆる漫画だったらまあそうなんだけど、なんか実写にするとなんとなくね、こんなやつどうなんだっていう話にはなるのはなるんですけど、そこをギリギリのラインのリアリティラインつうか、なんだろうな、ドラマなんだけどっていうところをギリギリに落とせてると見えてる人には楽しく見れるだろうし、よくよく考えたらそんなこと言うかって話なんですけど、まあ彼氏になってやるにしても、まあよっぽどですよね、それが通用するとするとねそうだから佐藤健さんだからこそなんとなくはこう、まあみたいな感じで見れてるとは思うんですけど、じゃあなぜそれが見れてるのかっていうのもね、ちょっと話していこうと思ってます。で、今日は前半はね、田舎の家族ですね、家族が出てきてってところもあるんですけど、あそこに関してはもう完全にファンタジーですよね。だから9話にしてそのファンタジー路線っていうか、まあ多分ね、ドラマの中でなんだろうな、いわゆる昔なんだろうな、仲のいい家族を描くっていうのは逆にもう今ファンタジーになってると思ってるんですよね、自分はね、うん、お父さんがいて、お母さんがいて、娘がいて、なんとかして、でみんながちゃんと娘のことを思ってっていうこと自体がもうそれドラマじゃんみたいなそうだから、そういう入りからして、誰もはなんかよくわかんないけどちょっとほっこりするとかね、本当はそんなね、あったかい家庭で育ったわけでもないしね、っていうわけでもない人でもなんとなくふわっとするっていう、うん、それはね、なんかね、今だから、今の現代だからこそ、なんかこう、なんか続けていってもいいのかな、続けてっていうか、そのドラマとして取り上げてもいいのかなとは思ってます。それはセンクーラーだったのかな、俺の話は長いとかでもそうですよね、その愛情のある家族っていうのはドラマになるのかなと思って、そこは自分も楽しく見てました。あとはそのキャスティング的に、まあ佐藤健さんがね、顔もちっちゃく見えるように、みんなその田舎の人みんななんか顔ちょっと大きめを揃えていったんじゃないかと、うん、なんかね、そんな感じのね、キャスティングもね、ちょっとね、なんかちょっとニヤニヤして見てたって感じですね、うん、そんな感じでよかったですと。はい、でこっからが本題ですね。呼吸手で演技をする佐藤健さん、これがね、今日の発見でしたね、見てね、9話のね。で、まあ皆さんがよく思うのは、その上白石さんがこう、ほら、これこそなんかコンコンってやられたりとか、なんかこうね、手でこうやられたらわーみたいな、それは分かると。それは分かるのは分かるけど、まあ自分としては、だからどうなんだって話ではあるんですけど、佐藤健さんね、それこそ誰だっけな、皆さん分かりますかね、諸岡さんのね、医者、田舎の方の医者の役の人見ましたよね。田舎の医者さんがなんかモルヒネがどうしたこうしたみたいな感じのちょっと話になって、その時に佐藤健さんがこうやってこう、こっちに岡さんがいてこう来たのかな、なんかね、画面の半分のこの辺でね、スッとこうポケットに手を突っ込んだんですよね。でこれがなんだってことは別にないんですけど、それは多分俺なんとなくなんですけど、
佐藤健さんが分かったもうなんかそのもう田舎に帰あの東京に帰るべきだよみたいななんか話をしてた時にちょっと佐藤健さんとしてのこう連れて行こうっていうだからこの中このポケットにこうパーッとコートにポケットかなんか手突っ込んだんですけどこれがね拳になってるんじゃないのかなと佐藤健さんの意思が これだけでこう見せたんじゃないのかなと思ってそこからねちょっとね佐藤健さんの手ばっかり今日見てたんですよね、うん、そうするとね他にもなんかあったんだよなまあちょっとしたまあ分かりやすいところで言えばこうなんかそのなんか寝室田舎で寝室作ってもらってなんかこう椅子にこうなんかこう座ってここで手をなんかこうなんかやってたりとかしたりとかなんかいろいろでだから手をどこに置こうかなっていうのをものすごい考えてやってる感じがしてそれはねちょっとねあだからやっぱり佐藤健さんなんだって感じもしましただからうんあともちろん手が綺麗っていうのもあるんですけどねうんだからそのなんだろうな俳優さん的な立場で言えばやっぱね手を動かすとかって難しいんですよね、まあ、体もそうですけどねそのアクションの一部としてこう使うっていうのはやっぱなかなか難しいしあと呼吸ですよねだからこう相手が何とかって言った時ハッとした時にどういう呼吸でなんか肩をスッと落とす場面もあったんですよね、うん、その辺とかもあれ多分わざとやってるからね佐藤健さんね、うん、だからその辺に注意を払ってやってる感じでセリフの、まあ、イケメンセリフみたいなやつは意外ともうポポンとただ言うだけ、うん、だからその8話まで見た限りではこんな選手さすがにやっぱきついんじゃないのかなと思ってだからその佐藤健さんがやっぱりかっこいいんだけどかっこいい人はかっこいい人なりにやっぱ大変なんだなと思ってそのなんか求められることってこともないんですけどねえっていうそういうのもあったんですけどそれはそれでなんだろうなそっちはそっちで置いといてなんかこうしてる感じがしてねなんか良かったですそれから見てるとやっぱり所作が綺麗だしあとまあこっちの最後の方になりますけど最後ねトラックのそのちょっと一大事みたいな時に佐藤健さんがバーッと行くんですけどその時のそのなんかなんだろう体っていうかこういう感じそれがねやっぱお決まったみたいなそうそうだから綺麗ですよねだから画面越しに見てちゃんと綺麗に見えるっつうか、うん、体の使い方なのかな、うん、それはなんかうまいなと思いました。であとはやっぱり感情をそんなに表に出すあれじゃないからこそ本当に呼吸なんかこうハッとした時を聞いた時のその石からのなんかを聞いた時の呼吸とか呼吸っていうのはまだ肩ですよね。肩をスッと落とすとか落とさないとかグッとくるとかまあね、うん、でお芝居するときやっぱり余計な動きはしないっていうのもね絶対的にはあるんでだからこそそういうところでスッとこう見せてて最後のこうグッとくるね今日なんとかだっていうね、うん、感情をあらわにするところでまあちゃんと見せどころとしてはちゃんとなって出ましたねっていう感じで、うん、だから今度からね佐藤健さんの、まあ、ファンの方とかもいるんでしょうけどまあ見てみたら本当になんかいいかもしれないですねだから他の人の手を見比べてみる、うん、っていう感じで思いましたとはいそんな感じですあと今日はあのとこですね今夜は眠れると思うなよですねの後からのこの先もうスッカスカじゃないですかそのセリフとしてそんなこと言うって話なんだけどいや今夜はなんか、まあ、そうですよね、うん、なんかベッドシーンになるのかなんのかなんないのかなんないのかなるのかなんないのかの時に来た時にドンと入ってきてあれを笑っちゃったな。そういう意味ではイケメンだろうがブサイクだろうがなんかやろうとして失敗するっていうのはもう普遍的な楽しさですよね、うん、その辺も自分はね大笑いしてたけどな面白かったですと。はい、でもね、いよいよラストになりますので、ね、やっと9話にしてちょっと楽しみどころを見つけましたんで、そちらも楽しみにしていきましょうって感じですね。はい、そんな感じです。あの辺とかみんなどう見てるのかな、その山本浩二さんとかとのそのあれとか、あれ、カリナさんかな？カリナさんですね、あの綺麗な人ね。うん、とあとそのちょっとこう髪の毛もじゃもじゃっとしたこの人とかの、うん、どうだったのかな。
ちょっとよく見てなかったからよく分かんなかったけどね、うん、あの辺もちょっと気になりますねって感じですね。はい、そんな感じです。あとはできましたかね、一応ね、ちょっとねレビューできるかできないか分かんないんで、でこれもね、あのまとめてレビューの時これやろうと思って忘れてたんで、君はペットですね。でこれはなんかね、もう DVD ブルーレイとかも発売されてるんで、もしかして前撮ったやつを今またこう地上波でやって、それが TVer に乗ってきてるのか分かんないんですけど、これもね楽しく見てます。でこれの見どころとしては、まあもちろん志尊さんですね、志尊淳さんですよね、志尊さんもそうなんですけど、もう安定の演技って感じなんですけど、やっぱねこの入山さんですね、入山さんのなんだろうな、立ち位置っていうか立ち方ですね、そうそう、お芝居もまるっと含めた上でのその入山さんの感じがなんかね、自分はなんかねちょっと好きなんですよね。綺麗なんだけどどこか不器用な感じがする、の感じもなんとなくわかるし、あとはそのやっぱペットですよね、ペットとそのいわゆる本当の人をこう比べてっていうね、ペット、そういうことですよ、そういうなんかも面白いし、なんかそれでなんかねこうずっと見てる感じです。ですからそのさすがにもうちょっともうサトさんけどこれちょっともう大人としては見てられないわっていう人とかは、このいわゆる普通の OL さんですね、 OL さん、ちょっと不器用な OL さんって感じで見てみてもどうですかって感じですね。はい、そんな感じです。であと次がですね、これはね始まったばかりまだ2話までしか行ってませんけどね、死にたい夜に限ってですね、これちょっとね見て1週間ぐらい経ってるかもしれない、ちょっと忘れ気味なんですけど、賀来賢人さんですね、賀来賢人さんと山本舞香さんが出るって感じで、山本舞香さんはいわゆるちょっとまあビッチ系っていうこともないんですけど、ちょっとわけわかんない系の女の子に振り回される、あこっち書いてるんですね、ここにも書いてます、愛が欲しくて愛に振り回された男の6年間って感じなんですけど、こちらはねやっぱりね、まあ、山本舞香さんに関してはなんだろうな、その声の幅って多分俳優さんってあると思うんですけど、声の幅の中でちょっとね引っかかる声っていうか音程がどっかあると思うんですよね。それがうまく出てて、そのなんか山本舞香さんらしいっつうか、なんかその武士みたいなそういうのが出てて可愛らしく見れるのと、やっぱもう賀来賢人さんね、もういろんなもう役もやられてるんですけど、やっぱうまいですよねうまいです、だからいわゆるとなんだろうなと思ったんだけど、ちょっと忘れちゃったな、1週間前ぐらいに見たからな。これはねちょっともう一回ちゃんとレビューするかもしれない。基本的にはその加藤拓也さんですね、加藤拓也さんの脚本、若い脚本家さんで今売り出し中の脚本家さんが入って、まあもちろん原作はあるとは思うんですけどになってますんで、これ本当に楽しみにしてます。はい、基本こっちの方が好みは好みなんでって感じですね。はい、そちらももしよかったら見てください。こっちはちょっとほろ苦いとか、ちょっと青春とちょっとなんかアングラっつうか、そのなんかその世間のこう波に乗り切れてない、いわゆるちょっとアウトサイダー的な恋の物語って感じですね。で君はペットはいわゆる OL さんとかね、まあだから仕事できる人が見たらちょっとなんかこういいのかもしれないしですね、うん、で恋は続く、これは誰かな、おばさんかなおばさんと、まあそうですね、そういう意味ではやっぱ幅取ってるのかもしれないですね、うん、そんな感じで見ていますということで、花太郎でした。あのぜひですね、あの恋愛ドラマ、まあなかなかねゴールデンとかでねやることもないと、なかなかね難しいとか言われて、ここでまたちゃんとね数字をちゃんと残したっていうことは、またねちゃんと恋愛ドラマ作られていくっていうのは嬉しいことですので、今後できるね恋愛ドラマも含めて楽しみにしていきましょうということで、花太郎でした。失礼します。